部総理から質問が出て、皆様方からのご質問はその後に。全国すべての国民の皆様を対象に、一律に一人当たり10万円の給付を行うことを決断いたしました。一日も早く現金を皆さんのお手元に届けられるように、実施にあたる自治体や関係機関の方々と協力し、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。私たち全員が今、不要不急の外出を避けることで、2週間後の新規の感染者数を劇的に減らすことができます。未来は私たちの今の行動にかかっています。昨日、緊急事態宣言の区域を7都府県にとどまることなく、日本全国へと拡大することといたしました。